こんにちは、バイオリニストの島谷美香子です。今日は私が本番前に実践している緊張対策について少しお話ししていこうかなっていうふうに思います。私は学生の頃から、音工音大に通っていたので、何かしらの試験だったり演奏会とかコンクールだったりで人前で演奏するっていう機会は多い方だったのかなっていうふうに思うんですけど、いくら舞台を踏む経験をしていても本番前は必ず緊張しますし、食欲もなくなったりしますし、本番終わってみてたまにもっと練習ではいい演奏できてたのになって思ったりも、することはたくさんあります。これは演奏会とかだけじゃなくてレッスンとかでも、普段はもうちょっとうまく弾けてたのにレッスンでは弾けなかったなとか、そういうことも本当にしょっちゅうあることなんですけど、こういう経験って私だけじゃないはずなんですよ。皆さんも人前で演奏するときとか、お仕事とかでスピーチをしたりするときって緊張しませんか？緊張しない方法っていうのはもう難しくなってくるんですけど、それでも今まで練習してきた成果が最大限に発揮できるような、演奏ができるように、私が舞台に立つ前に心がけていることだったり、実践していることをいくつかご紹介していこうかなというふうに思います。最後に今後のコンサートの告知もあるので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、私がコンサートの前にやっていることその1が、イメージトレーニングです。私はよく本番前日の、寝る前とかに、ネットとかでホールの画像を検索して、でイメージを膨らませながら当日舞台に立って、上手に演奏できている姿を想像しながら寝ています。あと本番当日は、自分の演奏レベル以上のことを求めないっていうのも心がけていて、自分の演奏に期待しすぎないっていうのが大切かなっていうふうに思います。人って緊張する理由の一つとして他人の評価を気にしすぎるっていうのがあるんですね。他人の評価を気にしすぎて普段練習で弾けているもの以上のものを出そうって頑張ると、緊張も高まってしまって、結果練習の方ができてたなっていう演奏になってしまうことが多いので、本当に細かいことを考えず、一音一音丁寧に弾くっていうのが重要かなっていうふうに思います。本番中はアドレナリンが出てきて、すごいテンポが早まってしまうこともあるので、そうなると曲中の一番、早弾きのパッセージとかに出てくると指が回らなくて弾けないっていうことがあるかなっていうふうに思うので、本番ではゆっくりと丁寧に一音一音弾くっていうのと、でも丁寧すぎる演奏っていうのは、つまらなくなってしまうかなって私も思ってるので、ある程度のリスクは取りながら本当に自分も楽しんで演奏するっていうのが大事かなっていうふうに思います。続いてその2です。これがカフェインを控えるっていうことです。これは本当に人によるかと思うんですけど、人によってはカフェインを取ってから演奏するとリラックスできるとか、目が覚めるとかいう人も多いと思うんですけど、あくまで私の場合、コーヒーとかを本番前に飲んでしまうと手が震えてきちゃったり、あと心臓がすごいバクバクしてきたり、すごくコーヒーに弱いじゃない、カフェインに弱いのかなってすごい感じてます。なので絶対に控えるようにしてるんですけど、その代わりによく食べてるのがチョコレートです。私チョコ大好きなんですよね。私本番前は本当に何も食べれないタイプなんですけど、ちょっとした糖分補給っていうかエネルギー補給みたいな感じでチョコレートをよく本番前に食べてます。あとお酒とかは、私結構お酒好きでよく飲むんですけど、学生の頃とかは、ソロじゃない演奏、例えばオーケストラとか、あと室内楽の演奏会だったりすると主催者の方とかがよく本番前にお酒を出してくださったりすることがあって、みんなでワイワイ飲んでから演奏するっていうことが多かった。日本ではこれありえないですよね。多分本当にイギリスにいたからこんなことがあったのかなっていうふうに思うんですけど、最近はなんとなく前日から
お酒を控えるようにしてます。これは別に特に理由とかないんですけど、まあお酒でリラックスできる方は飲んでもいいと思いますし、まあ私はまあ気分によってって感じですかね。私が実践していることその3が、笑うことです。まあ、本番前に笑うっていうのはすごい無理があるかなっていうふうに思うんですけど、まあ、口角を上げることによってちょっとリラックス効果が出てくるかなって私は感じてます。まあ、これは舞台上でも実は私結構笑ってるっていうか口角上げて弾いたりしてるんですけど、ニコニコしながら弾くと、まあ自分も楽しくなってくるっていうのもあるんですけど、いい演奏につながってるかなというふうに感じてます。はい、その4が心配要素を少しでも減らすってことです。これは例えば女性とかだとドレスを着て演奏する機会っていうのが多いと思うんですね。で、本番当日になって、ドレスを着てみて、なんか最近太って入らないとかあと苦しいとかなんか違和感があるとか弾きにくいとかそういうふうに思うことって結構あるんですね。少なくとも前日にはドレスを着て本番弾く曲を弾いてみて実際の感覚とかを、実際に試してみるっていうことが大事かなっていうふうに思います。続いてその後ルーティーンを決めることです。本番前に自分が必ずやることっていうかルーティーンっていうのを決めておくと、これをやったから本番はうまくいくみたいな、ちょっと験担ぎじゃないんですけど自分の自信につながったりするので、やっています。私の場合はさっきも言ったんですけど本番前にチョコを食べることと、あと家のトイレ掃除をしてから、本番に向かってます。本番近くなったらちょっと神社に行ってみたり、何個かバイオリンケースにお守りを入れてたりしています。自分が運気上がるなっていうことを、やったりするのは自分の気分も上がりますし、おすすめです。その6、前日に遊びすぎないってことです。当たり前すぎるでも当たり前だと思いますよね皆さん。でも私すごい後悔したことがあって、というのも私がコンクールに出場するために、地方に行ったことがあったんですね。私は本当に大の旅行好きで大の食べ物好き、食べるの大好きなんですよ。コンクールの前日に行って泊まってコンクールっていう流れだったんですけど、そのコンクールの前日の夜ですね、私は何を食べようとかどこに観光しに行こうっていうことばっかり考えていまして、すごいはしゃいでコンクール当日案の定ミスをしてすごい悔しい思いをしました。まあ今は笑って話せることなんですけど、その時はすごい悔しい思いをしたので、皆さん前日は遊びすぎないようにっていうことを覚えておいてください。当たり前すぎます。でも逆に本番前に練習しすぎるっていうのもすごく良くないことで、不安で練習いっぱいしたいっていう気持ちはすごいわかるんですけれども、手を痛めてしまったりやりすぎてなんか筋肉痛めたりしたりすると大変なので、そういうのを気をつけながらほどほどに練習した方がいいかなというふうに思ってます。というわけで、私が本番前に実践していること気をつけてることとかを、少しお話ししてみたんですけれども、いかがだったでしょうか。もしお楽しみいただけましたら高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして最後になるんですけれども、次回のコンサートの告知をここでさせていただきたいと思います。じゃん、あ、見えないかな、もうちょっと近づいた方がいいですか。2月の17日に、2月の17日に白金音楽堂というとても、今年の夏にできたばっかりのすごく新しいホールでリサイタルをさせていただきます。まあ、100人以下のサロンということで、本当に私とお客様の、距離っていうのもすごく近いですし、すごいアットホームで楽しいコンサートにしていこうかなっていうふうに思ってます。誰もが一度は聴いたことあるような名曲クラシックをたくさん演奏します。なのでクラシックのコンサート行ったことないよって方だったり、本当にクラシックの曲あんまり知らないんだよねっていう方でも、お楽しみいただける内容となってます。 MC もたくさん含めて楽しい演奏会にしたいなというふうに思っているので、皆様足を運んでいただけたら嬉しく思います。
チケットは概要欄のリンクから申し込むことができて、あとここに QR コードも貼っとくので、そこからアクセスできると思います。皆様のご来場をお待ちしております。そして2つ目、4月の13日に、大阪のサロンダカンパネラというところで、こちらもリサイタルをさせていただきます。こちらは本当に、聞き応えのあるたくさんの難曲を含めたプログラムとなってます。この大阪のサロンダカンパネラというところは、本当にインテリアも素敵ですし、当日お座りいただく椅子とかもすごくこだわりの詰まっている、本当にヨーロッパのサロンのような素敵な場所なので、ぜひ皆様、お越しいただけたらなというふうに思います。詳細は概要欄に貼っておきます。そして最後なんですけど、4月の27日にこちらは東京の、サローネ・フォンタナというところで、リサイタルをいたします。こちらは、大阪と同じプログラムとなっているので、本当に超絶技巧の南極満載の曲目になってます。こちらは先日に少しお邪魔させていただいたんですけれども、すごい住宅街にあって、一見本当に一軒家みたいな外観なんですけれども、中に一歩入るとヨーロッパの教会のような天井が高く、私も行ってすごい感動したんですけれども、本当に素晴らしい素敵な会場でした。こちらでも曲の説明などの、解説 MC を入れて楽しい演奏会にしたいと思っています。皆様のお越しをお待ちしております。それでは次回の動画で、バイバイ。